両方一緒に。本気で科学で。で、2人で乗ってまして、イタリアでアフリカ来ます。で、イタリアの前で、ブリッジまたがってくる。で、アブミなんですけども、あんまり深く履かずに、指の付け根が変態するというか、で、旦那、持ち方は上から掴みます。で、小指親指をかけて、で、グーに。で、この真ん中、高田さんがクリッと前出して、親指を押さえてください。あと、動かし方はハンドルとブレーキは2つ。アクセルは足の尻。両方の足元が胸かけて、クリッと上げます。止めるのは、最後に引っ張ればブレーキになります。体を起こして、引っ張ります。で、言うことを聞いたら、褒め方は、右を使います。膝も返すので、両方になってくれて、止まります。で、馬には走り方が、3パターンあるんですけど、波足、速足、先足。そのうちの、今日は波足と速足をやってみたいと思います。まあ、これが波やつ。電気屋さんにある乗馬っていうことです。で、今日は、早足までやります。見ててください。揺れが少し変わって、お尻が少しバウンドするような感じになります。これも、合図は両方の足方なので、合図。そうすると、こんな感じで、お尻がちょっとバウンドする感じになります。で、このまま乗ってないで、馬とリズムを合わせていきましょう。こんな感じ。ドン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 と乗るんではなくて、でリズムを合わせてあげる。これができたら、じゃあ乗られていく5球だと。簡単そうに見えますが、結構難しい面もあります。じゃあ、今の乗り方を今日は、しっかりできるやつを。じゃあ、折り方でスタミナと立ち側に持ってくる。じゃあ、お尻上げてもらって、クラの前で引きます。足回してきます。で、クラの方に一回体重かけてあげます。